神様、いい車が見つかりますように。中古車買うならグー鑑定、第三者の鑑定士がチェック。4つの鑑定ポイントをチェック、鑑定書付き。中古車買うなら鑑定付きグー鑑定。神様どこへ。ウェブへ。明治キャラクターに選ばれたということなんですが、はい、選ばれた時のお気持ちからまず聞かせていただいていいですか。やっぱり以前からよく見かけている CM だったので嬉しかったです。率直にね、嬉しかったですって、はい、ちょっとキュンとしますね。ちょっと直視できないぐらいすごく可愛いんですよ本当にお顔が小さくて山本さんが今叶えたいと思っている3つの願いをお聞きしたいと思います、はい、大学を無事に卒業できますようにと。なるほど、今年の春、はい、卒業できたらそうです学校帰りに何かこう食べて帰ったりとかすることあるんですか。いや本当に学校の周りに何もなくてないですねそれちょっと悲しいですよね、はい、お弁当とかはどうしてるんですか。お昼とかお弁当作ってるっていう言葉がありますよねありましたでも学食が多いですね。実際お料理とかもされるんですか。料理は本当に自分のためにだけこう野菜炒めだったりこう簡単なものしかできないっていう感じですかね、うんはい、女優としていろいろな作品に関わりたいなと。はいはい、これからチャレンジしたいなと思うなんか役柄は。今やっているドラマで僕のいた時間というドラマで結構明るめの役をやっていたりとか、はい、あと黒羊という映画ではドジっ子役をしたりしたので、はい、こう極端な性格が多かったので、うん、次はなんだか普通の趣味もない特技もないみたいな、はい、こう普通の女の子を演じてみたいなって。でも普通って言われると意外となんか難しくないですか。難しいんですよね。だからあえてそういうキャラクターも演じてみたいなと思ってます。かわいい車が欲しい。どんな車がいいですかレトロでちょっとこうおしゃれなかわいい車が欲しいなって。レトロでおしゃれなかわいい車。はい。大きさ的には。大きさはそうですね、中ぐらい中ぐらい大きすぎず小さすぎずみたいな、うん、こうちょうどいいサイズの車がいいですね。もしもドライブデートするとしたらどんなところに行きたいですか。自然がいっぱいのところだったり、あとは夜景が綺麗なところとかっていう、うん、憧れます。やっぱり運転の上手い男性ってドキッとしてます。かっこいいと思います。もうベタなんですけどこう片手でくるくるってこう後ろ見ながら駐車するのとかかっこいいです、うん、やっぱそういうところ憧れますよね、はい、でも自分もできたらいいなと思いますね、うん、獣のダンスをちょっともう一度見せていただきます歌わなくてもいいですか。歌わなくていいですか、はい、ありがとうございます。